ノーティーアメリカはカリフォルニア州サンディエゴを拠点とするポルノ映画スタジオ。同社は2001年6月にソーカルキャッシュというブランド名で少人数のスタッフで設立され2004年3月に社名をノーティーアメリカに変更した。そのロゴにおける1776年の日付はトーマス・ジェファーソンが生命、自由、そして幸福追求の権利を宣言した米国独立。 宣言を指している。2008年、同社は60人以上のスタッフを雇用し、70枚以上の DVD をリリースした。これらの DVD は2005年11月からピュアプレイメディアによって世界中に配布されている。同社は2008年1月にスイート703と呼ばれるゲイラインを立ち上げた。2008年10月、ノーティーアメリカは アドビアーベースのアプリノーティーアメリカダイレクトを立ち上げた。それは基本的にポルノのための iTunes と説明され、サブスクリプションなしで DRM フリーのフルレングスのシーンを個別に販売したが、その後間もなく開発担当者の辞任により閉鎖された。ノーティーアメリカは何度もアバンアワードにノミネートされている。2008年ノーティーアメリカピュアプレイメディアは ザアジアン141シリーズで、アバン、ベストエスニックテーマシリーズ賞を受賞した。また、2011年には、ザラテンアダルタリーシリーズで、アバン、ベストエスニックテーマシリーズ賞を受賞した。2012年には、エクスペズ賞で、ラテンアダルタリーでラテンをテーマにした、シリーズオブザイヤーを、NAUGHTYAMERICA.com で、スタジオサイトオブザイヤーを受賞した。 2013年には、マイシスターズホットフレンドボリューム25や、トゥナイト・エスガールフレンドボリューム7で、スタジオ・ブザイヤーやビネットシリーズ・オブザイヤーなど、複数のエクスペズ賞にノミネートされた。追加のノミネート作品には、ビネットシリーズ・オブザイヤーに選出された、マイ・ワイフ・エス・ホットフレンドがある。そして、トゥナイト・エスガールフレンドで、 ビネットシリーズオブザイヤーやニューシリーズオブザイヤーを、ラテンアダルタリーで、ラテンテーマドシリーズオブザイヤーを、また、スタジオ自体も、スタジオサイトオブザイヤーといった多数のエクスペズ賞を受賞した。2014年には、トゥナイト、エスガールフレンドで、ビネットシリーズオブザイヤー部門で、エクスペズ賞を受賞した。ありがとうございます。